アタヒチパチジュは、フランスのポップミュージックバンド。1993年、フランスのノルマンディー地方、ルーアンの学生であったグザビエを中心に活動し始める。1998年、フランスのレーベルアトモスフェリックよりデビュー。1999年、ワールドツアーを回っていたコーネリアスこと、小山田慶吾にデモテープを渡したことがきっかけで、 小山田が選曲したコンピレーションアルバムラマランチコンピレーションにハートビートのデモバージョンが収録される。後に小山田はハートビートのリミックスも手掛ける。アルバムパズルはプロデューサーにアイビーのアンディ・チェイスを起用。またファウンテンズ・オブ・ウェインのアダム・シュレシンガー、カーディナルのエリック・マシューズがゲスト参加する。2000年アメリカ。 イギリス、日本でのデビューが正式に決定。夏には、サマーソニックに初出演。2002年9月、セカンドアルバム、ウォールペーパーー・ザソウルをリリース。2005年に発売された、ホズベリーのタイトルは、1968年、メキシコオリンピックの走り高跳びで、金メダルを獲得した、アメリカ人選手、リック・ホスベリーに由来する。2007年、グサビエが、 アックス・リバー・ボーイ名義で、初のソロアルバム、チュチュト・タンゴをリリース。アックス・リバー・ボーイという名前は、シャビエル・ボワイエをアナグラムにしたもの。またリミックスアルバム、チュチュト・タンゴリミックスも同年に発売された。2008年には、約3年半振りのスタジオアルバムとなる、ホースアルバム、アクティビティセンターがリリースされる。収録曲の中には、明治神宮に行きたいという歌詞がある。 2009年、サマーソニックビーチステージのヘッドライナーとして、再び出演するが、東京公演は、好転のため中止となった。2010年、3度目のサマーソニック出演。同年、初のベストアルバム、シングルスクラブをリリースした。2011年、メンバー2人を追加して6人編成となり、フィフスアルバム、ザ・パスト、ザ・プレゼントザ・ポッシブルをリリース。二千十三年、 フジロックフェスティバルに初出演。パズルパズルから、ボールペーパーフォーザソウル。ボールペーパーフォーザソウルから、フォスベリー。ファーズバリーマイナスタイトルは、そタ高トびの選手ディックフォースベリーから。アクティビティセンター。アクティビティセンターから、ザパスト、ザプレゼントザポッシブル。ザパスト、ザプレゼントザポッシブルから、ボールルームボールルームから、ザサンシャインビートボリューム1。 ザサンシャインビートボリューム1からありがとうございます。